2室で助手席の窓が上下できるように、ここにパワーウィンドウのスイッチをつけました。電源はサブバッテリーにしてあるので、キー操作しなくてもいつでも使えます。で、後ろから使うときはこのスイッチを後ろに切り替えます。このスイッチで動きます。ガラスにはちょっと目印のテープが貼ってあります。